キンプリヘイヤー仕ら3人脱退後に SNS の総フォロワー数、約15万人爆上がりの改元象ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンスのメンバーだった平野仕様26ら3人が2日に脱退して29日で1週間が経った。 5人中3人がいなくなったことで、SNS の総フォロワー数は激減すると思われたが、逆に約15万人の爆上がり。これが意味するものは、キンプリはインスタグラム、YouTube、TikTok、Twitter の計4つの SNS を運用している。グループに在留した長瀬角と高橋山は23日、これらの全 SNS で同時にライブ配信。 新体制を報告した。二人にとって今後も大事な情報発信ツールになる。金プリでは平野、岸優太、神宮寺優太が22日をもって脱退。グループでトップクラスの人気だった平野の脱退の影響は特に大きいと見られていた。 音楽関係者は、平野さんらの脱退後、SNS のフォロワー数が激減すると思い、脱退直前のフォロワー数をメモしていたんです。すると、脱退後1週間でむしろ15番人も爆上がりしました、と目を丸くする。SNS の総フォロワー数の内訳は、5人体制最後の日だった22日夜から1週間後の29日夜までで以下の通りに増えた。 インスタ229番人矢印235番人、6番人像、YouTube182 番人矢印188番人、同、TikTok140 番人矢印140番人、Twitter127 番人矢印129番人、2番人像。前で関係者は、インスタ、YouTube、Twitter のフォロワー数で、合計14番人像です。 TikTok は100万人を超えると1番人単位が表示されなくなるので実数はわかりませんが他の3つの SNS の増加数を加味すれば少なくとも1番人増と考えていいとなると4つの SNS の総フォロワー数は15万人爆上がりした形になりますと解説するなぜ総フォロワー数は激増したのか 前で関係者は、良くも悪くも、脱退騒動で、キンプリが注目され、ファンではないライトユーザーが SNS をフォローしたと思われます、と分析。その上で、キンプリが海外進出の目標を周囲から反対されたことで、メンバー間に温度差が生まれ、グループが空中分解する一員になった背景に触れた。 金プリファンのティアラは平野さんらの脱退の経緯をめぐってジャニーズ事務所を疑問し,しメンバーに同情しています。だから、例えば平野さン、平野ファンはフォローを解除せず、箱水し、グループのファンとして応援を続けたいのでは。平野らの脱退が昨年11月に発表されると、ティアラはデビュー曲、シンデレラガール2018年のミリオンセラーを狙う購買運動。 おいでれら、お展開。15日にミリオンを達成させたほど結束は固い。フォロワー数の爆上がりに金プリも喜んでいるだろう。東スポウェブ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。